くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。はい、ということで出張くるちょも、今日はですねくるぶし単品ということで、今日はなんとお弁当の平井、に来てます。ちょっとねあの、ソーシャルディスタンスなんで、お持ち帰りで、車内で食べたいと思います。お手柔らかに。はい、ということで車内に、やってまいりました。お昼ご飯、食べに、お弁当の平井に来ました。ですね、YouTube の、コメント欄、この間の、ちくわサラダ、再現してみたの動画にですね、熊西ウエストさんから、コメントいただきまして、最近、ちくわサラダのコロッケが 出回ってるということでですね、今ちょっと買ってまいりました。ちくわサラダコロッケ、なんとお買い得、2パックで500円の、安いで4個入ってますね、これ、4個ってことは、1パック250円だとして、70円ぐらい70円ぐらい、2パックで500円だったので、一応揚げたこ焼きも、ね、買ってきました。すごいぐっちゃぐちゃになっちゃいましたけど、ちょっとこれをですね、今日ちくわサラダコロッケを、レビューしていきたいと思います。お、こんな感じ、こんな感じ。じゃあ早速、開けて、食べていきたいと思います。じゃあすいません、ちょっと、平井の、ちくわサラダコロッケ食べていきたいと思います。ちょもちゃんにもね持って帰りたいんですけども、いただきます。これはちくわサラダを全く感じないぞ。うん、どういうこっちゃ。うまい、うまい、うまいけど、ちくわサラダは全く感じない。あ、ちくわ入ってんのかなこれ。わかんねえよな。うん、なんだかわかんないけどめちゃくちゃうまい。うん、うん、ちょっとね、あの朝ごはんバイキングで食べ過ぎて全然食欲なくて、もう今何時だ、3時47分ですけど全くお腹空いてないから、2個で勘弁してください。はい、ということでですね、お弁当の平井の、ちくわサラダコロッケ、食べてみました。あれやね、これね、あの何って言われても分かんない、正直。味的には、うん、普通のコロッケっぽい、普通のコロッケのちょっとマヨネーズが強めな感じ。うん、でも非常に美味しいけど、ちくわサラダはやっぱちくわサラダの方が俺は好きですよね。関東人の意見としては。うん、でもまあまあ、いいんじゃないですか。ぜひ、飲み会とかに、ですごいリーズナブルなんで、これ1個買って、飲み会の真ん中にトンとね、まあ今はちょっとあんまり飲み会とかできないんですけど、あれば結構、今回はですね、熊西ウエストさんから、コメントいただきまして、今回一人でちょっとレビューという感じでやらせていただきました。お弁当の平井、今ちょっと見た感じもやっぱりすごく、お惣菜がね、今微妙な時間ですけどもすっごい充実してて、非常に、目も楽しい感じ、お弁当の平井大好きなんで、
これからもね、あのぜひ関東圏にも無料配送などご購入していただければなと思います。はい、ということで今回は、コメントでいただいたちくわサラダコロッケ食べてみたお送りしました。ありがとうございます。君がくれたのは紛れもない愛なんだ。